ブランドン・ジェイ・レアードはアメリカ合衆国カリフォルニア州サイプレス出身のプロ野球選手。チバロッテマリーンズ所属。メキシコ出身の母を持つメキシコ系アメリカ人。愛称は寿司ボーイ。日本では好物の寿司にちなむ寿司ポーズのパフォーマンスを披露することでも知られる。元 MLB 保守のジェラルド・レアードは実刑にあたる。2005年の MLB ドラフトで クリーブランドインディアンズから27巡目で指名されるが拒否し、州内のサイプレス大学に進学した。2007年の MLB ドラフトでニューヨークヤンキースから27巡目で指名され入団。ヤンキース参加のルーキーリーグチームであるガルフコーストリーグヤンキースに所属。2008年シーズンは参加 A 級チャールストンリバードックスに所属。2009年シーズンは AAQ タンパヤアンキースに所属し試合に出場した。2010年8月2日、AAQ トレントン・サンダーからトリプル AQ スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースへ昇格。昇格前の AA2010 年シーズンには打率291-23本塁打90打点を記録しており、この年の AA イースタンリーグの MVP と新人賞を受賞した。 2011年にはルール5ドラフトからプロテクトする目的でメジャー昇格が決まり7月18日にラミロペーニャが故障者リスト入りしたのに伴いメジャーに昇格7月22日に本拠地ヤンキースタジアムでメジャーデビューを果たしたデビュー戦はオークランドアスレチックスとの一戦でこの試合でレアードは相手投手のクレーグ・ブレスローから初安打。 初打点となるセンター前ヒットを記録。その後も上位デバインから支給を与えられ出塁するとニックスウィッシャーのシングルヒットで初得点した。2012年8月27日に40人枠から外れることとなり放出された。2012年9月1日にヒューストンアストロズへ移籍。2013年は当時アストロズ参加であった。 トリプル A 級オクラホマシキレットホークスで開幕を迎えた。4月18日にメジャー昇格。12試合で打率。352を記録した。オフの10月2日にはロースターから外れ、10月4日に FA となる。2013年11月23日、カンザスシィロイヤルズとマイナー契約を結んだ。2014年3月15日にトレードで、 ワシントンナショナルズへ移籍した。同年は MLB での試合出場はなかった。北海道日本ハムファイターズ時代2014年11月18日に北海道日本ハムファイターズと契約合意した。6000万円出来高の単年契約で背番号は5。2015年は6月頃まで打率が2割を下回り、主に7、8番での起用が続いた。 後半戦で調子を上げ22本塁打を記録し、8月には2016年シーズンの契約を結んだ。最終的には3塁手のレギュラーで全143試合に出場し、打率こそ231と低迷するもリーグ3位体の34本塁打、97打点、出塁率301を記録した。2016年は、 前半戦から20本の本塁打で、特に5月には12本塁打を記録し、オールスターゲームにも選出された。6月10日の阪神タイガース戦で、藤川球児から、サヨナラ本塁打を打った。7月10日の千葉ロッテマリーンズ戦では、木村優太から、球団の北海道移転から通算500勝目を飾る、決勝本塁打を打ち、球団最長となる15連勝の原動力となった。 また、シーズン2度のサヨナラ本塁打は、球団外国人では、史上初となった。このシーズンは2年連続で、全143試合に出場し、打率、263、39本塁打、97打点、出塁率、319を記録し、日本プロ野球史上初、打った、本塁打が全て打順6番以下での本塁打王を獲得した。 10月2日に日本ハムと2年総額6億円を結んだことが発表された。日本シリーズでは第4戦での勝ち越しとなる2点本塁打。第6戦では J. ジャクソンから史上19人目となる満塁本塁打を打った。シリーズ3本の本塁打を打ち、日本シリーズ MVP を受賞した。2017年はシーズン開幕前の3月に開催された第4回。 ワールドベースボールクラシックのメキシコ代表に選出された。メキシコは一次リーグで敗退したが、レアアードは3番、3塁首と主戦力として出場し、日本塁打を打つ活躍を見せた。WBC 終了後、開幕早々の4月に、これまで4番の座に座っていた中田翔の故障により、初めて4番として出場した。その後も大谷翔平。 近藤健介の離脱に伴いクリーンアップに座る機会が増えた。5月12日には2打席連続本塁打し、翌日13日には前日の2支球を挟んで4打数連続本塁打のプロ野球体記録を記録した。9月9日の埼玉西武ライオンズ戦で田和田誠三郎からソロ本塁打を打ち、球団外国人ではマットウインタースに次いで、 史上3人目となる3年連続30本塁打を達成した。137試合に出場し、打率229、32本塁打、90打点、出塁率308を記録した。10月1日に発生したラスベガスストリップでの銃乱射事件において、いとこが犠牲になったことを受け、4日に緊急帰国した。 2018年は9月18日に左腹射筋肉離れと診断され登録抹消された。怪我の影響を回り、120試合の出場で打率233、26本塁打65打点、出塁率309と前年からは数字を落とした。契約満了のため自由契約となったが、レアード本人は生涯、 ファイターズを宣言をしていたこともあり球団は残留交渉を続けていた。2019年1月15日に千葉ロッテマリーンズが獲得したことが発表された。年俸110万ドルの単年契約で背番号は54。翌16日に自身のインスタグラムで心の底からみんなありがとう。と日本ハムファンに向けて感謝の気持ちを綴った。 オープン戦では、肖像類種の鈴木大地と、レギュラー争いを繰り広げた。結果、レギュラーをダッシュし、3月29日の東北楽天ゴールデンイーグルスとの開幕戦に、6番、三類種で、出場。第3打席で、石橋良太から移籍後、第1号となる、逆転三点本塁打を打ち、開幕戦の勝利に貢献すると、その後も好調を維持し、 1989年のブーマーウェールズ以来30年ぶり3人目、球団では史上初となる開幕から4試合連続本塁打を記録した。6月22日の東京ヤクルトスワローズ戦で石川正則から本塁打を打ち、史上37人目となる全球団本塁打を達成した。7月25日の福岡ソフトバンクホークス戦では シーズン3本目の満塁本塁打を打った。シーズン3本の満塁本塁打は、球団では11年ぶり5人目の最多対記録となった。ソフトバンク戦では4月16日にも満塁本塁打を打っており、同一カードで満塁本塁打2本は2000年のフランク・ボーリック以来、球団史上2人目となった。8月7日のソフトバンク戦で、 ロベルトスアレスから30号本塁打を、海野博士から31号本塁打を放ち、球団では2005年の李昇用以来14年ぶりとなるシーズン30本塁打に到達した。最終的に139試合に出場し、打率248、32本塁打、89打点、出塁率333を記録した。また、 11月2日に2021年シーズンまで2年契約で残留することが発表された。2020年は開幕前から腰に違和感があったが、6月19日のソフトバンクとの開幕戦に4番3塁手で出場。開幕10試合で打率。306、5本塁打8打点と活躍していたが、7月は26試合で打率20。209、 一本類が7打点と調子を極端に落とした。前述の腰の違和感が悪化し、足が痺れる状態が続いたため、8月5日には出場選手登録を抹消され、8月16日には腰の治療に専念するためにアメリカ合衆国へ一時帰国したと発表された。10月19日にアリゾナ州の病院で腰椎看板ヘルニアの手術を受け、 そのまま再来日することなく、レギュラーシーズンを終えた。最終成績は、39試合の出場で、打率、233、6本塁打、15打点であった。2016年に39本塁打で、パリーグ本塁打王に輝いた、長打力を持ち味とし、三塁の守備でも、定評のある選手。日本ハム入団後は、長距離打者ながら6番や7番などの、 海打順を打つことが多かった。これはクリーンナップに中田翔や大谷翔平がいたことや、やや入れ込みすぎで空回りする性格に栗山秀樹監督が配慮したもの。結果的に前述の通り、2016年に上位打順やクリーンナップでの本類打のない本類打王を獲得することになった。来日してから日本料理を好むようになった。特に寿司が好物であり、 本類打を打った際には寿司を握る仕草をするというパフォーマンスを行う。多くの外国人が苦にする納豆を当初は苦手にしていたが何度か口にすることで好物となり、日本ハム時代は他の外国人選手にも進めていたエピソードがある。2017年の WBC にメキシコ代表として出場し、3月12日の一次リーグの ベネズエラ対メキシコの試合において5回に3点本塁打を、うち、同じく NPB から代表に呼ばれていたルイス・クルーズと共に、寿司を握る仕草を披露した。また、ロサンゼルス近郊で育ったことから、NFL のロサンゼルス・ラムズのファンでもある。自身のインスタグラムでもラムズを応援する投稿が見られる。2018年シーズン、ラムズがニューオーリンズ・セインツとの カンファレンスチャンピオンシップゲームでセインツを破りリーグ優勝した時には歓喜のあまり自宅のプールに飛び込んだほどである2009年の12月に兄のジェラルドと二人で NBA のフェニックスサンズ対ボストンセルティックスの試合を US エアウェイズセンターで観戦しに行った際乱闘騒ぎを起こし警察に逮捕されている2018年12月23日に第一子が 生まれたことを自身のインスタグラムで発表した。日本ハムに入団した2015年からロッテに移籍するまで使用されていた応援歌を気に入っていた。他球団の応援歌では、ロッテ時代の今江俊明の曲が印象に残っていると述べている。2018年に登場曲の一つにグリーンの奇跡を加えたが、これは当時、オリックスの中島博之や、 巨人の坂本隼人の打席で流れているのを聞いて気に入ったためである。寿司ポーズの原点は不審に苦しんでいた2015年のシーズン途中、白井和幸一軍内野守備総類高知県作戦担当に紹介された寿司店の店主からレアードが依頼されて始めたものであった。当初、白井はこの仕草を リラックスして打てというサインにしていたが、調子が一気に上向いたことから、冗談半分で、ホームランを打てのサインにしている。本人もこのポーズを痛く気に入り、本塁打を打ちベンチへ戻った後にはカメラに向かって、寿司ポーズを見せる。2019年のロッテ遺跡後は、魚を釣り上げ、砂くポーズ、そして寿司ポーズに進化した。5月以降は、チームメイトの三木亮が、 レアードの握った寿司を食べるジェスチャーも追加された。この活躍により、北進水産とのスポンサー契約を結んだ。2020年以降、ミキが、ベンチ内市一軍に、不在の際には、別の選手もホームランパフォーマンスに参加するように、なっている。例として、和田幸四郎やレーニーエチェバリア、フランク・ハーマンなどが挙げられる。NPBNPBNPB。NP B NP B ありがとうございます。